浮いた話があったらご報告させてください。自分が最初から作って最後まで、かなりこだわって作ったので、それが現物となって自分の手元に今届いたっていうのがすごく感慨深くて、それを皆さんに見ていただけるんだなって思うと、またさらに嬉しい気持ちでいっぱいです。その松本の元になっているいろいろな要素をもう入れれるだけ全部詰め込んじゃおうっていう気持ちで作ったので、100点と言わせてください。それくらい目いっぱい詰め込んだ一冊になってます。あのページもその、遊びの中の一つで、松本を探せっていう、違う松本を探せっていうものなんですけど、あまりにも見つからなすぎて身内からもイライラするって言われたので、なんか私としてはしてやったりというか、ぜひぜひ皆さんにも見つけていただきたいなと思って、私も見つからなかったので最初。今までやったことない役柄でプラス、これから今後もきっともしかしたら来ないんじゃないかっていう役柄っていうのをあえて、私の中で5種類選ばせていただいて、そこはなんか真面目に遊びたいなっていう気持ちで徹底して作らせていただきました。ロバートの秋山さんみたいな感じ。もうね、いやもうレジェンドなので。でも秋山さんのような感じにしたいなっていうのは思いました。生きるレジェンドなので。いや、それに続けるよう頑張りたいです。自分が思っている感覚 と、周りからおっしゃっていただく感覚が全然違うので、変装とかもなく出ちゃうので、周りからちょっとダメだよっていうふうに言われたりはするんですけど、でももともと私オーラがないので気づかないんですよね。本当にスーパー行ったりして、でなんかこうレタスとか大根だけとかだったら袋もったいないじゃないですか。だからこう手で持って帰ったりすると見られるんですけど、それは多分私が見られてるんじゃなくて、レタスを持ってるなんか人がいるなっていうので見られてるんだなっていうふうに思います。気をつけます。なんか29から30になる時とかも気持ち的に変わるのかなと思ったんですけど、案外そんなことなくて、だから39になった今も来年40っていうのもなんかあんまりこう意識としてまだなんか追いついてないというか、自分の精神年齢と実際の年齢が。なので大人にならなきゃなっていうのは思います。40さらになんかちょっとこうね、成熟した女性になるためにも色気を頑張って、はい、出していきたいなと思います。浮いた話というか、そうない浮いた話があったら、そうですね、ご報告させてください。